ブワディスワフ、シコルスキ・ブワディスワフ・エウニニューシュ・シコルスキは、ポーランドの政治家、軍人。ポーランドソビエト戦争時のビスワカワの奇跡の立役者。戦前と第二次世界大戦中の亡命政権で首相を務める。ソ連を撃退し世界中に名を馳せた名称でありながら、一方で一貫した民主主義者かつ社会的な自由主義者で、あらゆる求心主義に反対した。 ピウス付きとも対立し、他の恩恵主義者と共にモルジュ戦線を立ち上げ、ポーランドの民主主義と恩恵主義の伝統を守ろうと奔走した。また、第二次世界大戦中に、ロンドンで元ベルギー首相、パウル・バンゼーランとに共同を呼びかけ、欧州統合運動、すなわち後に欧州連合として結実した全ヨーロッパ政治、運動の発端を作った人物である。 シコルスキの政治的ゴールは、ポーランドチェコスロバキア連合国から始まる、中東欧連合だった。ミード・ジー・モアズの中東欧連合に参加招待された国は、バルト3国、フィンランド、ベラルーシ、ウクライナ、ハンガリー、ルーマニア、ユーゴスラビア、チェコスロバキア、オーストリア・ハンガリー帝国ザンドミール出身。1910年、オーストリア・ハンガリー帝国領内で、 ポーランド人武総連盟、重兵隊を創設。1914年から、ガリツヤ民族委員会委員、1916年からの、その軍事部長。オーストリア・ハンガリー帝国の庇護下での、ポーランド再建に賛成していた。1918年、ポーランド軍に入隊。ポーランドソビエト戦争時、第五軍を指揮。1920年8月14日、第五軍は、 ワルシャワの北にあるモドリンから出撃し、1日あたり30キロ以上の迅速な軌道を行い、赤軍の攻撃を足止めし、赤軍を最終的に退却に追い込んだ。後に、第三軍を指揮。1921年、ポーランド軍参謀総長。1922年、首相兼軍事総。1924年、軍事総。1925年、 軍管区司令官、ユゼフ・ピュース付きのクーデター後、1928年に罷免され、フランスに亡命。亡命先では恩恵主義者の政治運動組織モルジュ戦線を設立した。1939年から1943年、ポーランド亡命政府の初代首相となり、国防省券ポーランド軍最高司令官として、フランス・ポーランド軍、 ナチスドイツのフランス侵攻後はイギリスで西部ポーランド軍の指揮を取った。1941年7月30日、ソビート連邦との国交回復及び軍事、同盟条約に署名。ソ連との軍事協定に従って、ブワディスワフ・アンデルスの下でソ連領内に東部ポーランド軍が作られる。1943年4月26日にカティンの森事件をめぐって、 ソ連との国交が解消され、1943年7月4日にジブラルタルでの航空機事故で死亡した。この事故をめぐっては、ヨシフ・スターリンやアドルフ・ヒトラーによる陰謀であるとの説が後を絶たない。ありがとうございます。